こんにちは、すずらんこ道のすずらんです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日はこちらのウォルターのカリンバをご紹介していきたいと思います。このチャンネルではカリンバの練習動画や楽譜、カリンバ本体のレビューなどカリンバに関する情報をお届けしております。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それではどうぞ。はい、ということで今回はこちらのウォルター製のカリンバをご紹介していきたいと思います。こちらを販売するのはハビカなど販売されておりますボンリナ様となります。ご提供いただきまして誠にありがとうございます。カリンバを初めて販売されるということで先にご連絡をいただいておりまして、まさかのウォルター製だったのでぜひともよろしくお願いしますと交渉を進めていただきまして販売まで至りました。ありがとうございます。こちらのカリンバなんですけども、以前私の動画のコメント欄でもぜひともおすすめですとコメントをしていただいた方がいらっしゃるぐらい、海外ではちょっとした有名なカリンバになっているそうで、中国かな、なんかちょっと有名なんですよね。はい。で、日本ではなかなか販売されていなかったので、今回初めてじゃないかなと思います。ありがとうございます。では、開封していきたいと思います。こちらが17キーで、こちらが21キーとなります。はい。型番が載ってますね。両方ともいっぺんに開封していきます。ハードケースの外にチューニングハンマーとカリンバソングブック数字譜のものがありまして、2冊、はい、なぜか2冊カリンバの楽譜集が入ってました。こちらもですかね、はい、こちらもですね、2冊入ってました。ちょっとずつ入ってる曲が違うような、同じ曲もありますね。はい、また購入された方は詳しく見てみてください。では本体を開けていきます。私もねちゃんと見てないのですごく楽しみです。いきますよ、せーの、パカ、あ、隠れかけちゃった。はい、付属品が袋でひとまとめになっておりまして、トレモロチェーンと音階シールと色分けシールと指サックとクリーニングクロスと入っています。はい、いよいよ本体が出てきますね。ケース自体は同じですね。21キー対応のケースなので17キーはちょっと小さめですね。なのでこのケースの中ではちょっと揺れてしまいますが、まあゴムがあるので、そうですね、はい、見た感じもなんか形が違いますね。はい、17キーと21キーになります。まずは17キーの外観を移していきますね。次に21キーです。はい、このようなものが届きました。ではこちらの2台を比較しながらご紹介していきたいと思います。こちら2台ともウォルナット製になっておりまして、重さはこのようになっております。17キーが 347g、 21キーが 455g でした。大きさなんですけども、17キーの方が縦が 16cm、 最大横幅が 13.5cm、 ボディの厚みが 2.2cm でした。21キーなんですけども縦が 17cm、 最大横幅が 14cm、 ボディの厚みが 2.2cm でした。どちらも丸みのあるキーとなっております。ボディの作りなんですけども、21キーの方はすごく丸みのある
加工がされておりますね。この辺から丸く加工がされております。手の馴染みがすごくいいような気がしますね。ここは何だろうな、プリントではないですけど、プリントかな、うん、彫ってはないですね。で21キーはここは貼ってあるような感じなんですけど、17キーの方は彫りが入っています。刻印とこの周りの枠みたいなところは彫ってありますね。うん、私はこちらの方が好みですね。伝わりますか？こうプリントされてるものと彫ってあるものになりますね。デザインとしては私は17キーの方が好きです。ちょっと角張ったボディではあるんですけども、全然大丈夫ですね。このエッジというかカードもしっかり丸く加工されておりますし、ちょっとコンパクトなんですけども、ここの広がったところがしっかり手に馴染むような感じがしています。はい、では試奏をしていきたいと思います。いつもの命の歌で演奏してみます。届いた状態のままなんですけども、このままお届けしてみたいと思います。マイクで生音を拾っております。それではお聴きください。はい、弾き比べてみましたがいかがでしたでしょうか。21キーの方は幅広で重さもしっかりあるんですけども、この丸みの形状がすごく持ちやすかったです。はい、で
17キーの方がいいですね。私はこれお気に入りですね。ちょうどいい私の手のサイズに、はい。で、音色も聞いていた通りすごくね良かったですね。はい、私の好きな芯があるけど温かくキラキラとした感じもあるというようなウォルナット特有の音色がしますね。はい、で気になる点というか注意点が2つありますね。まずはトレモロチェーンがついていたんですけども、ここのウィナット部分にくるくると留めて使うトレモロチェーンなんですけども、そのくるくると留めるヒートンが最初はついていません。穴は開いてるんですけども、ここにくるくるとつけていただく必要がありますので、もし付属のトレモロチェーンを使いたい場合には、ここの穴にヒートンをこういった形のものですね。はい、これをここの穴にくるくると入れて留める必要がありますので、もし使う方はこれが中に入っていますのでくるくると留めてください。そしてキーの汚れがまあまあ目立ってましたね。ちょっと強めにふきふきしてみたんですけども、これがなかなか取れなくって、サビ止めがちょっと散開しちゃったのかなという感じがします。これはシルバークロスなので磨けば取れますので、ちょっとやってみようかな。私はクロスに磨き粉が入っているものを使ってるんですけども、ちょっとね汚くて申し訳ないです。もうだいぶ使ってるので、こういったもので軽くこすれば白浮きしていた汚れも取れますので、うん、取れましたね。はい、もしね気になる方がいらっしゃいましたら、こういったものも使うといいですよ。まあこれはね拭けば取れるので、ただ第一印象としてはあまり良くないですよね。はい、こちらもやっておきます。強くこすらずに軽くこするだけで取れますので、メッキ加工されているはずなので、あまりね研磨剤の強いものでやってしまうとメッキ自体が剥がれてしまったりとか耐久性が悪くなりますので、ほどほどにしておいてください。はい、うん、ピカピカになりましたね。 OK です。OK ですって。はい、こんな感じですね。私はやっぱ17キーのこの彫りのある刻印が好きなので、そしてシンプルなのがいいですね。はい、ちょっとねこの辺に傷があるんですけども、まあ通常の販売店ならこれは良品としていくでしょう。うん、きっとね速やかさんならこの辺はね不良としてアウトレット品に行くと思うんですけども、この辺の小さなものは全く気にしません。うん、音には影響ないのでね。はい、といった形です。販売店でどこまでチェックされているのは正直わからないんですけども、工場から出荷されるものはこういった不良まではいかないけれど、ちょっとご自身で手直ししていただく必要があるものも時々ありますので、よろしければご参考にしてください。商品の詳細は概要欄にありますリンクより Amazon でご覧ください。今回は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。それでは、すずらんこみちでした。はい、以前からねコメントをちょこちょこいただいてたんですよね。ウォルター製のカリンバがいいよっていうことで、なかなか日本から購入できなかったですし、アリエクで見ていても、あと一歩なんだろう、よし買おうっていうようなこう引きがなかったというか、私的にね。はい、なのでなかなか気にはなってたんですけども、購入まで至らなかったんですけども、はい、やっとというか、日本からもねAmazonで購入することができるようになりましたので、気になっていた方もいらっしゃるのではないでしょうか。ぜひぜひボンリナ様のショップでお買い求めください。はい、では今回は以上です。それではまた。